よし、こんばんは。デニーに、ケイゴちゃんいらっしゃい、マドレーヌに、みんないらっしゃい。新しいスタンプまた書いていただいてますので、ぜひ使ってみてね。ティアいらっしゃい、マギョーさんにまた新しいの作っていただいたので、ぜひ使ってみてください。でも動くスタンプ枠、放送で言ってなかったんですけど、5個しかなくて動かせるスタンプ枠5個しかなくて、追加がなくて、どうなんだろう。もっとサブスクが増えてスタンプ追加が来れば5個以上動くスタンプ使えるんでしょうか。ちょっとわかんないですけど、使ってみて。バイオ RE2 見てか。ナイス。シピタイラシ、こんばんは。久しぶりにリアルタイム。センキュー。忙しいですか、みんな。みんな忙しいですか、お仕事や学業やら、なんやらかんやら、やっぱり。よそ者二番街、魔道街、よそ者横、全部よそ者。よそ者の話聞いてこようっと。忙しいみんな、やっぱり。生きるのに忙しいですか、みんな。追加来て嬉しいね。追加来てほしいね。5個じゃ足りないよ、動くスタンプ。よう少年、あんたのお母さん探してたよ。怒られるんだ。人参料理のフルコースだってさ。へぇー。わかった、今すぐ帰るから、勘弁してくれと言ってくれ。勘弁してくれ。人参料理フルコースは嫌。マリリンいらっしゃい、こんばんは。地方いらっしゃい。そして今夜10時から、早いね、1週間経つの。1週間経つの早くねえか。今日の夜10時から、アンチャーテッドを見ます。ジンタンロードショーがあります。みんな見れますか。あ、デニーさん、ナイビー、天気ありがとう、ありがとう。言うなれば、それも動くスタンプといえば動くスタンプ。あの子すぐ帰ってくるってさ、あの言葉効果てきめんだったよ。そうでしょ、ありがとね。それじゃあスタンプ押しとくね。うい、1000を獲得した。なんやかんや忙しくてコメントせずに聞く癖になってました。 OK、 いいよ全然。見る線でもロム勢でも OK だよ全然。コメントしながら見るのってしんどいからね。あれだよね、動画とかってさ、まあ、生放送もだけど、流し見するんだったらコメントしないよね。もうコメントしながら見たら、それが本番だもんね。それが本番だからね、別のことできないもんな。まあ、コメントがあればそれは俺は嬉しいがっていうところですが、担々麺、おめえに食わせる担々麺は2、担々麺、ブロッコリーサラダ、お前に食わせるブロッコリーサラダはね、ガルーニ、うい、他はお前に食わせる大盛りカツカレーもね、うい、イエーイ、攻撃力アップ、大盛りカツカレー、いちごのムースもね、よし、他ねえか。バブロバ、ヨーグルト。一回作んないといけないんだよな、これ全部。ロードショー楽しみだね。そこの担々麺、担々麺は2。で、おなじみの、河本純一さんのチャンネルあるよ。レベル20が最大か？あれ ?20 以上いけんのこれ。待って。河本純チャンネルがあるよ。もう芸能人さ、みんなやっちゃってるわ。みんなやってるわ。みんなやってるわ。あー、打ち消し時に体勢を崩せる。どうしような。はい、これで。可愛いスタンプ押したいからコメントします。声優、ありがとう、ありがとうね。あんた確かメロールを捨てて逃げたやつの一人だね。ひーしじぇ。あんたみたいなやつは冒険者の風上にも置けないよ。そうだよな。え、それはもう分かってんだ。俺の名前はルカ、最低の冒険者だってね。あの後みんなにいろいろ責められたよ。僕とヤホーガン、それにスカーシュにも。ユーゴの冷たい目もおっからかったな。みんなにもメロールや CJ たちに謝っとけって言われたよ。いいしゃ、CJ。ガル、あの時はすまなかった。
そうだったんだ。分かった、もう気にすんな。それでメロールに参りたいんだけど、会いに行っていいのかと聞いてくれないか。分かった。メロールは魔法少女だね。スタンプセンキュー。アンチャンネル楽しみだね。あ、もしアマプラ入っててまだ連携できてないとかいう人いたらあれだよ、ぜひやりますんでね、連携講座やりますんで。これやっとくか。うい、殺し竜デストロイ。オッケー、マジカル&ラブリーの攻撃力を上げていく。上げてけ上げてけ。ガルーの攻撃力がどんどん上がっていく。あー、炎の翼がない、炎の翼がない。どうするか。炎のひげ、炎のひげ、よし、金ならある。だが炎の翼って素材でもらえんかな。みんな晩ご飯何食べましたか。うちは豚キムチを食べました。ありがとうございます。いただいた豚キムチセットで豚キムチをやりました。美味しかったです。もう今死んでもいいです。よし、じゃあまた頼まれてくれないかな。いいよ、彼女に伝言伝えてくれないか。君が無事で本当に嬉しい。借金のことは気にしないでってさ。前に言った借金を抱えて失踪した大切な人ってもしかして、そうさ、彼女だよ。悪い男に歌手になれるって騙されてね、大変な借金を抱えてしまったんだ。彼女は失踪。この前の都合はわざとひびが入っているように見せて多額で返すつもりだったんだろう。そんなこともうどうでもいいのに。いいやつ、こりゃ責任重大だ。じゃあラーメンとホルモンを焼いたやつにします。おえー、いいね、ラーメン&ホルモン、うまそう。中屋はカレーチャーカレーチャーハン別々でもメジャー級なのに、その二人が合体したらどうなっちまうんだい一体。カレーとチャーハンだって、もう別々に出てきても嬉しいもんね。うわー、カレーとチャーハンだ。あんたが見捨てて逃げた、冒険者のルカがさ、謝りたいって。え、あいつが、そんなの自分で来ればいいじゃない、別に来たっていいよ。いいんだ、許す許さないはその時の気分次第なんだからね。わかった、うん、あ、そうか、魔導レンズが作れるのか。た、金がね、魔導レンズを作るための金がね。魔導レンズ作るか。でれい、ラピスラズリがいいのか。とりあえずレベル3、レベル2にしとくか。氷のルーンレベル2、火のルーンレベル2。あ、雷になった。火のルーンレベル2、どうだ。よし、今ハンバーグを作っております。いいね、手ごねだね、手ごね。雪山行ったらしいの。ようあるぞ、その雪山に行ってきてくれ。雪山に行って何をすればいいの。そうじゃ、その辺の毛皮でも取ってきてくれ。そんじゃ簡単さ、行ってくるよ。それとこの封印したカバン持ってってくれんか。いいけど、それは秘密なんじゃ。秘密のカバン、お、終わった。はい、終わった、行ってきたよ。行ってきてない、嘘つき。封印のカバン持って行ってきてない。でも確かに雪山に行ってきよったな。さあ、渡したカバンよこせ。毛皮はどうでもいいの、渡されたカバンも持ってきたけど。なるほど、やはりな、その反応を利用すれば実験は成功じゃ。教えて神聖、お前さん雪山に行くにはメンヒルを通ったろ。メンヒルは空間をねじ曲げて遠くにつながるルーンの遺跡らしい。この前の技術書にそれが魔導カバンにも応用できると書いてあったら突っ込んでな。それで封印したカバンにさまざまな実験道具を入れておいたんじゃが、実験は大成功じゃ。これまで分からなかったことが分かったわい。これで魔導カバンや資源袋の容量をさらに増やせそうじゃぞい。すごいね。みほちゃん、アバター可愛すぎてスイッチ登録しちゃった。ありがとう、センキュー。アバター可愛いでしょう。アバターね、コメントしてくれてる間ね、画面に出続けるんで、一回コメントしたらね、一回コメントしたら5分間、アバターとして残り続けて、その出てる間ね、アバターポイントが溜まってって、こうやってね、なんかいろいろおしゃれできますんで、ぜひ、ね、ニュって、ツイッチとかありがとう。わざわざありがとう。ギャーギャー。今、ハロウィーンが近いということで、みんなにパンプキンをプレゼントしていますんで、まだ未パンプキンの人、他にもロム税、普段ロム税だけど、パンプキン欲しいよという人いたら、
名乗り出てください。いろいろできますからね、これ剣持ったりとか角生やしたりとかね、カエルのコスプレしたりとか、マント羽織ったりスカーフを口にとかめっちゃあるんで、しかもアップデートでさらに増やせるんで、まだ増やしてないんですけど、これからまだ増やせるんでね、ぜひそれもお楽しみに。ありがとうちゃーありがとうちゃーぜひね、一回コメントすると5分残るんで、なので5分に1回ぐらいコメントしてくれたら、あのポイントが満額でもらえます。2分で1ポイントぐらい貯まるらしい。よそ者横丁のルカか、ルカに話す。青井和樹いらっしゃい、こんばんは。あ、ゴッツいらっしゃい。新しいスタンプ何個か増えてるから使ってみてくれよな、動くスタンプ。行ってきたよ、許すか許さないかはその時の気分次第だってさ。ありがとう、謝ってくれ、スタンプをさせてくれ、助けてくれ。よーし、このスタンプもそろそろでも終わりだよ。もうちょい、もうちょいで終わりだ。よそ者横丁のジャンヌと話す。パンプキン可愛いよね。パンプキン以外も可愛いのめっちゃあるんで、ぜひね、あのポイントを貯めて、アプリで縦持ちで見てたら、画面の右下、放送画面の右下、コメント欄の右上に SA というね、ストリームアバターのアプリがあると思うんで、それをタップしてね、自分どんな衣装があるのか、何ポイント必要なのかみたいな確認すると良いかも。増えてるでしょう。汗あれれとか、じんたん、君が無事で本当に嬉しい、借金のことは気にしないで。だって嘘よ、あんなひどいこと言ったのに。本当本心だと思うよ、あんたの正体に気づいた時本当に嬉しそうだった。それにあのお店始めたのだって失踪したあんたのためなんだよ、私のため。だからもう一度言ってあげな。分かった、行ってみる。行ってらっしゃい。あー、行かなきゃいけないんだ。どこだっけ、魔道街だっけ。パドいらっしゃい、こんばんは。あごつプタキーム、プタキーム、コクウマだ、コクウマ。あれ、あーそうか2番街だ、七夜は2番街。忘れそうになるが、魔道街は魔道専門。彼女会いに来るってさ、本当かい、ありがとう CJ。となるともらいすぎたお金を返す準備をしないとな。そんなことよりももっと大事なことあるんじゃないの。それもそうだな、サリタの店に予約でも。ほら CJ、 大人をからかうもんじゃない。これよりを戻したということですか、これ。リア充が、私は許しませんよ。会心のペンダントレベル5入手。レベル5くれたの。会心のペンダントレベル5って良いやつでは。どれあった、クリティカル率 30% で 30%、 30% と 30% で 60% のあれになるぜ。これは違うか。あ、待って、炎の翼、炎の翼を交換してくれんかな。いや、もうお金がねえか。ねえわ、炎の翼。ダメだ、終わってら、終わってた。これで広場行って、他のサブイベなかったらあれだわ、ストーリー進めよう。これももうね、もうちょいで終わりだよ。で、これが来年かな、来年に100英雄伝っていうRPG で出るらしいんですね。 PV 見たけどめちゃくちゃ面白そうだったよ。それの前日談みたいなやつがね、今出てるから、ということでね、ギフトでいただきました、ありがとうございます。で、溶岩遺跡の装置を動かす。どこだっけ、溶岩遺跡の装置って。もうどこがどこだったかもうわけわかめなんですけど、70ばっか。古代装置の間か、まんまだった。おいガール、いつものやつ。お前のノリノリは、ノリオリ、ノリオリは腰に来るんだよ。もっとおしとやかに乗れ。難しいこと言うんじゃないっての、てい。ジャンプで乗るの鬼だよな。間違いない、装置も窓レンズも同じルーンだ。これならちゃんとハマる。よし、これで何が起きたのか教えてくれ。何が起きる、おお、始まった。魔導士だ、古代の魔導士。
か。貴様できそこらへんの家畜の分際でよくも。ああ、家畜に手を噛まれた気分はどうだ。青い髪の男、え、青い髪の男ってイーシャの一族じゃないの？イーシャのお父さん？お父さんは違うか。臓物を抜かれて死にゆく気持ちをお前死ね。臓腑か。ひー。ああ、うわー、すげえ、殺した。殺したぞ。魔導士を殺した、弱え。魔導士。あっちゃー。ネバーの民よ、皆の無念を晴らしたぞい。死んだ。ミリーでした。ごたんです。こんばんは。ナイビッツ、元気ありがとう。ナイビッツ、元気にダンス。練習は本当だったのか。それに魔導士が封印されてたんだな。壊れちゃってるけど大丈夫かな。何百年も前に起きたことなんだろ。魔導士の魂なんぞとっくに消えちまってんだろ。てんてんてん。どうかしたの、イーシャ。魔導士を封印した人たちの髪の色に気づいたか。私と同じだった。その一族だ、やっぱり。ネバーの民って言ってたじゃねえか。町の連中のご先祖なら髪の色が同じだって。ニューネバーは廃墟だったオールドネバーの町の後に我々の先祖が住み着いてできた町だ。私たちと彼らの間に血のつながりはない。じゃあお前、たまたまだろ。町で髪が青いのは生まれつき魔法が使える私だけだ。魔法の民だ、やっぱりこれは。え、誠いらしい、こんばんは。魔導士が魔法でローレンズを熟成、錬成した魔物も毛色が青く変わっていた。オールドネバーの町の人々も魔物と同じように実験材料にされたんじゃないのか。なるほどね、実験体か。もともと生まれつきじゃないんだ。だからその復讐のため魔導士を封印した。もしかしたら私も実験体だって。おい、いくらなんでも考えすぎだぜな、CJ。 そうだよ、大体あの魔物は毛色が変わってすぐに死んじゃったじゃないか。インシャピンピンしてるじゃん。同じなわけない。そうだ、 CJ の言う通りだぜ。でも生まれつき寿命が短いとかあるかも。でも分かった。お前腹減ってんだよ。腹が減るとよくねえことばかり考えが浮かぶもんだよ。町へ行って飯食おうぜ。強引に酒場で飯でも食って温泉でも一息つけや。くだらねえ思い少しなんて吹っ飛ぶに違いねえ。ガルの意見に賛成だ。町へ戻ってご飯にしよう。来たばっかなんですけどね、俺来たばっかなんですけど。またあれなんですか、トンボ帰りですか。俺は行きますけどね。負傷者救出、空気読まない。俺は全然行きますよ。行きましょう行きましょう、このまま行きましょう。くそー、足並みを揃えねば。俺は全然やれんのに、準備万端だっつーのに。あかんのか、それは。それじゃあかんのか。あ、視聴者にフォローするように伝えましょう。次の配信を見逃さないように配信者にあなたをフォローするようにお願いするには今が絶好のタイミングです。登録お願いします。ツイッチフォローよろしくお願いします。お願いします。フォローお願いします。どうかフォローお願いします。本当かこれ、毎回出てくるけど本当かよ。え、どこに行けばいいって。あ、温泉、よそ者横丁。絶好のタイミングらしい。絶好のタイミング多すぎんか。しょっちゅうあるんですけど。おかみいつもの頼む。はいよ、パブロバね。あんたたちは大盛りカツカレー。いいじゃない、食べる。激辛トムヤムくんか。いや、私はお茶でいい。何、お茶だけじゃ力出ねえだろ。俺のパブロバ半分食うか。脳にガツンとくる甘さでハエになれるぞ。もう糖に糖を足した、糖料理ね。激辛糖に極甘スイーツを進めるなよ。パブロバに大盛りカツカレー、それとお茶ね。お茶を飲んで食欲が出たら注文をし、医者。激辛トムヤムくんなんて頼むのはあんたくらいですし、お宝みたいに誰かに先を越される心配はないからね。ありがとう、サリタ。頼みに来なかったら一生食材が余るのでは。それ系のさ、気にしすぎだよ。昔ここに住んでた人たちがあの魔導士に何かされたとしても、今更あんたにだけ同じことが起きるのはおかしいだろ。ああ、こいつの言う通りだぜ。じゃあなぜ私はレンズもなしに魔法が使えるんだ。それは知らんけど。そんなこと言われましても、才能なんじゃね。それは分かんないけど、魔法は才能ある魔導士がレンズに認められて初めて習得できると言ったな、 CJ。 例外も多々あり。うん、じい様からそう聞いた。私が魔法が使えるのはあの青毛の魔物やオールドネバーの人々と同じように。実験体、あ、誰か助けてくれ。新人っぽい冒険者。あんた血出てると大丈夫か。俺なら平気だ。頼む、仲間を助けてくれ。何があった、話してみろ。
助けてくれ。仲間と一緒に雪山の遺跡へ潜ってたんだが、魔物に不意打ちを食らって二人とも怪我しちまったんだ。もう弱いのに行くんじゃない。弱いのに。いくらいらっしゃい、仕事終わり、お疲れ。お疲れ、仕事終わり、お疲れ。スタンプが3つ増えてるよ。ほんとは4つ作っていただいたんだけどね、1つあのはめる枠がなくて。魔物は何とか倒したんだが、薬が足りなくて。日付の浅かった俺が助けを呼んでくることにして、仲間は遺跡に残してきたんだ。頼む、あいつを助けるのを手伝ってくれ。必ず礼をする。俺よりじゃとても。ち、準備も覚悟も足りてないのに行くからだ。見ての通り俺たちは飯食ってんだ。他はた私が行こう。本当か、町長代行。おい、何のために戻う。私も行くよ。助けを求めるやつを見殺しにして食べても美味しくないからな。くー、ガルだけ悪者になる。契約じゃいかなる不利益も自己責。行くぞガル。ちょ待てこら。あー、ちょっとシジェ、カツカレーはどうするんだい。置いといて。ごめん、また今度。竜巻みたいな子だね。竜巻。俺はいい。ほっとけないから行くんだろ。お題はいいから早く追いかけな。お題いいの、最後まで言わせな。全くどいつもこいつもこの町の女どもは一体どうなってやがる。ダウダウ。あんたも言ってくれるのか。ありがとう、ニキル。このガルもね、次回作に出るらしいよ。PV を見た、PV。おもり見た。てめえはここで待ってろ。そんな状態でついてこられても明日待っといた。仲間を置いてきたのは雪山と繋がってる遺跡だな。そこのどこら辺だ。もう農場のメンヒルから入ってすぐのところだ。あ、おかみ、感情はそいつからもらってくれ。感情はそいつかな。エボちゃんやら、じゃこんばんは。頼んだぞ。さて、あんたはここで飯でも食べて待ってな。あの連中に任せけば大丈夫さ。あー。はい、パブロバと大盛りカツカレー。お持ち。こんな辛そうなのと甘そうなの、一緒に。激辛ともやむくんがないだけ感謝しな。はあ、お茶もあるぞ、お茶も。甘いのと辛いの同時に。こんばんは。おもりでもまだ怖い要素がないね、あんまりね。今日もだから、8時からおもりやります。8時から10時までおもりやって、で、10時から、まあ、2時間ぐらい映画を見て、その後、龍が如くかな。めっちゃやるね、俺ね。めっちゃやるね。ラジブから、新名物を入手。とりあえずここに2人いるんだ。エンツォ。つまらん町だ。住民まで下品と来ておる。下品。何か珍しいものでもあるかと思えば、退屈な景色に田舎臭い料理。私のような舌の超えた人間にとって来るべきところではなかったな。じゃあ帰れよ。二度と来んじゃねえぞ。おい、塩まいとけ。塩こいつの目に練り込んでやれ。うやー、なんかその上から目線腹立ってきたな。ふ、田舎者め、食通で知られるこの塩素をうならせる者が食わせられるというのか。もちろんさ、な、医者。え、私より知ってるでしょ、町の名物とかさ。見切り発車かよ。それならこの前できた新名物はどうかな。なるほど、あれか、あれならいけるぞ。よーし、ほえずら書くなよ。ラジブから名物を入手。あれだ、映えの天使だ、映えの天使。俺が命名した映えの天使をこいつに食わしてやるぜ。理事もやります。まるまるいらっしゃい。ちゃまるいらっしゃい。こんばんは。今日の映画楽しみだ、楽しみだ。今日の映画10時から見るぞ。10時からだからあの、今のうちにAmazon プライム、あのウォッチパーティー参加したいけど参加できますかというあれ不安などありましたら、あの今のうちに解決しますんでね、あの気兼ねなく話しかけてやってください。私見れますか。あなた確かイザベラ、最近ここに来た私まで名前覚えてるのは尊敬するけどさ、町のこの町の古株たちの態度は目に余るよ。行き過ぎた行為には注意してるんだが、あなたが冒険に出るようになってからこっち私らへの嫌がらせはどんどん増えてんのさ。いい人もいるけどさ、そういうのことならちゃんと聞いて回ろうか。そうだな。話のわかる古株住人を探す。どこで。別にわし、お前さんがいる、いない関係ないぞ。わしは一貫してよそ者には厳しいぞ。ああ、確かに。ともかくよそ者横丁の不満も溜まってるんだ。何かあってからでは遅い。抑えてくれ。ふん、約束はできんわい。なんだと。おい。とりあえずみんなで見たいもんな。アンチャーテッドみんなで見たいよ。居住奥。車内。よそ者よこちょくかい。ちょっとおいしいものがあるからって優しくする理由はないね。また新メニュー持ってくるからさ。そんなんじゃごまかせれないよ。ダメなんだ、町外れに。ふう、寝るばかりしてきました。
いっぱい寝た、今日のために。今日はハードスケジュールだよ。あれ、どこだ、ここにいるはずなんだが。ポルスいらっしゃい、おこずー、今日も一日お疲れ様です。ご飯食べた、あ、いた、ランビール。でもなるほど、よそ者横丁の連中と今や一触即発というわけか。そうなんだ、これ以上揉めるのはまずい。町を守る大事な前に人間同士の揉め事を変えるのはよくないな。わかった、ここは足も注意して衝突が起こらんように心がけよう。いいやつだな。すーん、ご飯食べた、夕ご飯にしますので一時離脱します。また後ほど、いってらっしゃい、いっぱい食べてきてください。いってらっしゃい。あれあれ、というわけで、なんとか注意してきてくれそうな人を見つけたよ。そう、蝶々代行もいろいろ大変ね。しばらく様子を見てみますか。注文した側なのにいろいろ大変ねってなんだおい。年下にみんなお願いしまくりだろもう。どこだっけ、よそ者2番街、サリタから特大のオムレツを入手。よそ者2番街、ここか。今日スタバの、紫芋のフラペチーノ飲んだ。美味しかった。色紫色ですか、うまそう。フラペチーノだ、チラペチーノが思い浮かぶ。そんなあれだよ、そんなめんどくさいやつ頼まない方がいいよ、多分店員さん怒ってるよ。全く全部めんどくさいやつ頼みやがってよ。ケーキ食っとけ、ケーキ、パン食え、パン。あの、もし私はラウエル、この辺りに料理の美味しい店はないでしょうか。うわすごい美人、それならサリタの酒場がいいんじゃないかな。どうしたの、あれのための食事を探してるんですか。あれのエルは味にうるさくて、おまけに大食いで量も必要です。いつも探すのに苦労してるんです。苦労してんな、おい。卵料理が好きで、オムレツね、チラペチーノ出た。本当にシンプルな料理じゃないと怒られるよ。コーヒーのだけコーヒー普通の何のシンプルなコーヒー飲め、頼め、怒られるよ。二度と来んな二度と来んなよ、パン投げつけられるよ。めんどくさいやつ頼みやがってよ。特大オムレツ作れるかな、できるよ。もう一つなんだっけ、ラハブからか、宿屋のラハブからなんだっけ、今2000持ってんのか、宿屋のラハブから映えだ、映えの天使ねえラジブ、映えの天使ちょうだい映えの天使、はい、マイドアリー、特別おいしいの用意しておきますよ。映えの天使きたー。でこれを、どこだっけ、広場この映えの天使を食えばやつも胃が吹き飛ぶこと間違いなし。持ってきたよ、新ニューネバー名物、映えの天使だ。なんとこれは、ただのこの黒いものはお宅はいいから食ってみな、パクリ。一口食っただけで広がる香りはいい、歯触りも変化があって楽しませておる。もう、このしびれる感じは新感覚だな。いや、このしびれはたまらん癖になりおる。もぐもぐごくん、全部食べちゃったねえ、どうだった。やはり下品な料理だったわ、指先が汚れおった。明日また食べるときまでには改良しておけよ。ってことはひょっとして二度と食いたい、食うということは美味しいということだ。まったくこれだから田舎者は。スタンプ持ってんの、こいつまでスタンプ持ってんの。二度と食うなお前は。なんだその言い方は。映えの天使、馬の名前でいそう映えの天使、一着でゴールイン。いるかな、2番街、2番街です。で特大オムレツを渡してメインか。怪我人を、ああ遺跡の怪我人を放置している我々。まあいいか、ありがとうございます。よし、あと1個でまた報酬がもらえる。バビンボービン、レベルアップ。よしで、もうクエストなくなったので遺跡な、メンヒル、怪我人を待たせて、俺は映えの天使を食わせていた。
映え店を、左なのか。そんな序盤いて、序盤の序盤で怪我しとるんじゃない。序盤の序盤やと思う。そこで怪我してたらもう奥なんてもう夢のまた夢やぞ。ういカレー粉ゲット。なぜあいつの体からカレー粉が出るかは不明だが、あの男の話だと仲間を置いてきたのはこの辺りのはずだ。クソ、こんなところでやられてたまるか。今の声あっちだ。おお、強そうなやついんな、こんな序盤に。まあでも弱いだろどうせ。ルーンゴーレムまだいたのか。ピー、あんたたち頼む、手を貸してくれ。待ってろい、恋はデカブツ、あたしのお前の相手はこっちない。いいね、ご飯食べた、食べた、豚キムチ食べた。おいおいおい、ボーン、はは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 、やばい。うーなんだそれ、うおー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 、いた、あ、当たるんかい。トントントン、あいあいあい、終わり。ふー、ありがとう、あんたたちは命の恩人だ。あんたの仲間に頼まれたんだ。仲間を先に置いてきたから助けに来てくれって。あいつは無事？怪我してから置いてきたが、命に別状はねえよ。自分の足で俺らを呼びに来たしな。よかった。災難だったな。ルーンゴーレムに出くわすとは。あいつら毎回いるからな。好きあらば豚キムチ。出くわしたっていうか、なんか変なんだ。町の住人だと思うんだけど、妙な男に助けを求められて、急にルーンゴーレムが現れたんだ。罠か。その話、詳しく聞かせてくれ。遺跡の奥から町の住人っぽい男が出てきたんで、助けてくれって声かけたんだけど、こっちを見ても無表情で何かブツブツ言うだけなんだ。その男が変なダンスを踊りながら遺跡の奥へ消えたから、入れ違いのようにルーンゴーレムが現れたのさ。親父じゃないのか、やっぱり父様だ。変な言葉ブツブツ、変な踊りで父様認定するのつらいよな。俺たちが見かけた時もそんな感じだったな。操られてんのか、蝶々。3ヶ月前にいなくなったんだけど、蝶々。ここで一体何してんだ、蝶々は。おい。娘ほっぱらかして。なんか落ちてるぞ。何？手帳みたいだ。ほら。何？父様の手帳だ。何何？間違いない。筆跡も父様のものだ。いった。あ、手帳の中身は気になるけど、先に彼女を町へ連れて帰ろう。そうだな。取り憑かれとるんかな？操られとるんかな？ブタミンチャージいいね。ブタミンをチャージしてきました。ちょ、鼻をかみたい。いいか。スタンプ受け取ってくれ。よし。今回の件で自分の甘さが身にしてみたよ。俺らに遺跡の探索なんて無理だったのかも。すごいな、これはなんだ、兄弟か、それともアベックか。アベック、バカ言わないで、怪我になったらすぐリベンジするからね。でもお前、こんなことくらいで諦めてたまるもんか。私は絶対に古代遺跡の真相をこの目で見るんだ。それでこそ冒険者だ。自分の実力を見極めるのは大事なことだ。事前の訓練も準備も大事。でも私は冒険者にとって一番大事なのは強い意志だと思うぞ。先へ進む意志、宝を見つける意志、戦う意志、何が何でも生き残る不屈の意志。たまにはいいこと言うじゃねえか。あんたならきっといけるよ、遺跡の真相へ。大丈夫か、こんな適当じゃないけどね、そそのかして行って死んだら、あ、死んじゃったか、どんまいってなるのか、これは。あ、もう俺も行くよ、お前一人で行かせるもんかい。当たり前だ、嫌だと言っても引きずっていくよ。へえ、尻に敷かれている。薬は多めに買っとけ。あと武器の手入れも忘れんな。肝に銘じておくよ。武器がちっちゃいぞ、武器が。ガルみたいな体験を持っとけ、体験を。待たせ、ここじゃ人目が多すぎないか。場所変えようぜ。そうだな、私の位置に行こう。あそこなら誰にも邪魔されないよ。家の中ってまだ見たことないよね。私の家っていうか借りてる家だけど、ただだからね、私ただで家借りてますから。実は5000経験値、それはレベルアップする。うえー、クエストクリア。終わりが近づいているのか、このゲームにも。悲しいかな、別れの時は近い。スタンプナイス。スタンプもあと10個でまた新しいスタンプが来るぞ。プラチナなのかな、プラチナスタンプ。
家賃タダです、ここに滞在中。私よそ者なんで、町の誰よりも働いてるけど。よし、なんだって。5月3日ルーンの遺跡の件でガルディア帝国から密書が届いた。差出人はシュース・バインと名乗る男。帝国の猿貴族に仕えているらしいが、主の名は書かれてない。秘密裏に古代遺跡の情報と宝の独占採掘権を高額で買い取りたいと申し出てきた。諸国連合の遺跡の採掘権を帝国貴族へ売るなど、私の独断で決められることではない。早急に領主のムルカ様へ報告し、判断を仰がねば。遺跡の宝の独占採掘権？なんで帝国貴族がしゃしゃり出てくるんだ？何か眠ってるんじゃないの、ここに。わからん。一緒のことは私も初めて知った。続きを読んでみよう。今日鼻が詰まるな、めっちゃ。5月18日。ムルカ様の返書ときたら、全く話にならない。ニューネバーの復興を支援する金も、町のものを守るから守るための兵も出せないと言ってきた。これでは死刑宣告も当然だ。古代遺跡に関する一切の措置も私に一任するとのこと。これが辺境博の言い草とは呆れた話だ。両親に見捨てられたこの町をどうしたら救うことができるんだろうか。もはやヒュースバインの申し出にすがるしか道はないのかもしれない。町の人も言ってたけど、本当は使えない領主だな。自分の領地と領民じゃないか。見捨てたの？今にして思えばムルカ様の同性も怪しい。あれほど欲の皮が突っ張った男が金のなる木の古代の遺跡に見向きもしないなどありえんことだ。ひょっとしたらこのヒュースバインとやらと裏でつながっていたのかもしれん。諸国連合の貴族が帝国と手を組んで何の得があるってんだ。そうだよ、採掘権売るってことは出たもの全部帝国に持ってかれるってことだろ。欲の皮が突っ張ってるおっさんならなおさら自分で独占しようとするんじゃないか。確かに俺もそう思う。代わりに遺跡の宝より大事な何かを得ていたら、例えば自分の命とチャンタラー家の存続。はっ、いいじゃますかお前。私がこのヒュースパインとやらの主なら、偉大なる皇帝陛下の女において事の折には、所領を安堵してやる。見て見ぬふりをしろとムルカに書状をしたためる。それだけで真偽にもとり、理に悟い、ムルカのような小物は身代ぎ一つしなくなるだろう。2万の軍勢はいないも同じだ。諸国連合は帝国の領土でも属国でもないぞ。何の権利があってそんな。たった遺跡一つのために帝国が戦争を始める気になってのか。そんなもんが、なんかいい、腹が詰まる。遺跡に何が眠っているの？古代兵器なの？プルトンがあるんだ。たった遺跡一つの話じゃないのかもしれん。でなければ帝国の者が身分を明かしてこんな危ない橋を渡る必要がない。ヒュースパインの主が何者かは分からんが、皇帝の意向を傘に着ることができる身分。さつかし位の高い貴族なのだろう。そして恐ろしく大胆で不遜、おまけに有能だ。ムルカを御しやすい男と見抜いてのことだろう。独断が露見し、戦になっても構わないと思ってる。その覚悟と意志があり、本質的に戦と乱を望んでいる危険な人物ということだ。それが続編に出てくるんですかね。おいおい、全部お前の想像だろ。今作で完結するのかね。もちろんそうだ。だがムルカを封じるくさびが本当に打たれたとすれば、そういう意味があり、そのような人間でもなければ打てない類のものだろう。嵐が来るかもしれないぞ、大きな嵐が。お前その年でなんでそんなに性に詳しいんだ。そうそう、うんうん、なんだっけ、祭りごとなんだっけな。そんなことはないか。政治のせいだけでいいか。魔法が使えるせいで君は悪がられたと言ったろ。そんな私に父様は苦労していろんな書物を買い与えてくれた。本だけが友達みたいなものだったんだ。本だけでそんなに賢くなれるの？本は読んどけ、みんな。あれだとジャンプとかじゃないぞ。ジャンプマガジン、サンデーとかそういうのじゃないからな。ハリーポッターとかナロー小説とかだからな。違うか。こんな辺境の田舎町だ。たまたまリンソンに来た、隣町に来た行商人や年に数回出向く都で手に入る本が子供向けの絵本とは限らない。歴史や学問、難しい本ばかりだった。それでも父様が読み聞かせてくれる内容や字を覚えることが楽しくてしょうがなかった。一つ言葉を覚えるたびに頭を撫でてくれた。イーシャ賢いな、偉いぞイーシャ。なんだかる、泣いてんのか。
バカ野郎、コミュニが目に入っただけだ。お前こそ目が真っ赤じゃねえか。へへ、奇遇だな。私も目にゴミが。泣いてるのか、二人。仮に医者の言う通りだったとして、どうしてその黒幕はそこまでしてあの遺跡の宝が欲しいんだ。そこまでは分からんが、父様によると採掘権だけでなく情報も欲している。何があるのかまでは知らんかった。何かを探してるのかもしれない。何かって分かるわけないだろ。手帳にはまだ続きがある。先を見てみよう。まだあったんかい。結構長々話してるけど、5月23日、今日の自治会議は散々だった。遺跡へ調査隊を派遣するという私の提案は、魔導士の伝承を恐れる年寄り連中の大反発を食らった。特に芝の反対は激しい。無理もない。彼は遺跡の祝福を知っている。しかし、もう後へは引けない。すでにヒュースバインとの密約はなったのだ。帝国の魔導研究は進んでいると聞く。彼らの知識と技術力を借りることができれば、遺跡の祝福の打開策も見つかるかもしれない。遺跡の祝福？祝福ってまさか。宝か。確かに父様は私の宝だ。私はこの髪の色とレンズがなくても魔法が使えるせいで、小さい頃から町の皆に気味悪がられていた。でも父様だけはいつも味方だった。お前の力はこの土地から授かった祝福だと。卑屈になるな。堂々と胸を張れと励ましてくれた。やっぱり何、生まれつき魔法が使えるというのが祝福。やはり私はオールドネバーの民や、あの魔物と同じようにあの魔導士の実験動物だったのか。まだそうと決まったわけじゃない。そうだ、まだ先があるんだろう。次は調査隊が遺跡に入った時の記録のようだ。5月28日、遺跡の探索中、4本足の鉄の魔物に遭遇した。調査隊は私と逃げたククリットを除いて全滅だ。他の町の者許してくれ。本当に申し訳ない。私もひどい深手を負った。これではとても助からないだろう。医者、一人にしてすまない。お前は私の宝だった。古代遺跡の謎を解き明かし、お前を遺跡の祝福から解放してやりたかった。愛する娘をどうか幸せに。お前の人生が長く続くことを心から祈っている。死んだみたいな口ぶりだけど、死んだの、あれ死んだ死体を改造したの、じゃああれは親父の。昨日接種4回目のやってきたワクチン。医者、大丈夫か。この手帳が正しいなら父さんはもう。じゃあ私たちが遺跡で見た父様は誰だったんだ。落ち着け、まだそうと決まったわけじゃねえ。気休めやめてくれ。こんなに血に濡れてまみれて、父様はなぜあんな遺跡に、私なんかのために。いいか、いいじゃん。人生なんてままならねえ宝探しみたいなもんだ。苦しいこと、辛いことを、死にたくなるような悲しいことだらけだ。だから膝なんかいくらついたって構えやしねえ。好きなだけ泣きわめけ。長屋を、気持ちだけは何が何でもおるんじゃねえ。心が折れなきゃどうにでもなるだぞ。みんな泣け、わめけ。泣き叫べみんな。あの時こいつが言ってたみたいにな。なんて言ってた。それでこそ冒険者だ。あ、さっきのやつか。自分の実力を見極めるのは大事なこと。事前の訓練も準備も大事。でも私は冒険者にとって一番大事なのは強い意志だと思う。不屈の闘志を持つんです、みんな。諦めない。何があったって最後に立ってりゃお前の勝ちだ。いい冒険だったって、笑って振り返れる宝が必ず見つかる。だから頑張れ。そうさ、いいじゃん。真実が知りたければ、遺跡で親父様を捕まえるしかない。藁にはめよう、親父を。4回目、打ってきた。熱出たよ。熱出る、やっぱり、副作用が。セネリオレシア、こんばんは。父様はどこにも。それなら大丈夫。この絵を見ろ。なんだ、この絵は。手帳の最後のページに挟まってた。これ、蝶々が描いた絵だろ。うん、一時期父様が熱心に調べていた町の古地図の写しみたいだ。その絵が正しければ、広場の中央にあるメンヒル、私たちがまだ知らない広場の真下の遺跡へ行ける。マジ？メンヒルだと？そんなもんが広場には。ああ、気がついたか。そう、芝の時計塔だよ。昔芝の、おじい様が建てた時計塔はメンヒルを作り変えたものだったんだ。きっとオールドネバーの人たちが魔導士を封印した後に倒したに違いない。誰も二度と遺跡の中枢に近づけないように。蝶々はきっとその先の遺跡にいる。私のスカベンジャーとしての勘がそうつけてる。勘か。壊れてるのに、そのメンヒル。メンヒルってのはワープ装置みたいなもんで、壊れてるのにどうやってその先にいるんだ、父さん。そうバカにしたもんでもねえぞ。冒険者や傭兵の
看板働きってのは経験の積み重ねで磨かれるもんだ。分かった、シジェ、お前の勘を信じる。芝のところへ行って時計塔と、遺跡の祝福について聞いてみよう。ここまで進みました。時計塔の修復じゃーい、修復なんじゃーい。待てよ、どこだっけ、2番街か。スタンプの報酬だけもらっておきたい。なんか新しいの来てる。あんたメロロ見捨てて逃げた冒険者の一人じゃないか。あー、シジェガルイーシャ、そうさ、俺はストアリング、あの時見捨てて逃げた卑怯もんじゃい。あれ卑怯もんじゃい。あれから極東やホーガン、スカッシュ、それにユーゴにも怒られたよ。相棒のルカも反省してたし、俺も謝ろうと思うんだ。まずあんたたちに謝らせてくれ。本当にごめん。メロロに何かお詫びの品を渡そうと思うんだけど、何がいいかな。チョコケーキだな。え、ガールやけに詳しいな。この前会った時に聞いておいたんだ、勉強のためにな。勉強？それじゃあチョコケーキを持っていくか。どこにあるかな。チョコケーキ私が用意するからスタンプお願いね。用意させろチョコケーキも、あいつに。それも謝税の一環だ。自然また助けてくれよ。どうしたの。前に盗賊に奪われた宝箱を取り戻してくれたの、他にもあったんだけど、そのうちの一つを遺跡の中で見かけたっていう冒険者がいたんだ。もういろいろなものを奪われてんなこいつは。あ、次だ。あ、違うか。次の次だ。アイテムドロップ率 100%。 これで今120でしょ。最大160、あと40個だ。あと40個でおしまいだ、スタンプは。ふぅ、来たね、来るとこまで来たね。おい、広場芝。じいさま、今大丈夫か。大事な話があるんだ。ルルルル、はぁ、どうしてもか。どうしてもだ。あ、治ってんじゃん、時計塔。遺跡で父様の手帳を見つけた。芝にも読んでほしい。なに、かなり進んだと思う、これ。ダクシャメ、帝国の口車に乗せられてバカなこと。でもさ、からあの、サブイベント一切来なさんかったら、もう、今、スタンプ10個ぐらいでもいけてるんじゃない、メインストーリーだけ進めたら。芝、遺跡の祝福について知ってることを教えてくれ。なんか知ってんの？忘れろ、知ってもせんないことだ。お願いだ。後悔しても知らんぞ。この町では数十年に一度生まれつき体内にローレンズを宿した子供が誕生するのだ。その子供たちは皆青い髪をしており、生まれつき魔法を使うこともできた。体内にレンズが入ってるんだって。じゃあ、イーシャが魔法を使えるのは？太陽、体内、体の内にあるローレンズのせいだ。やはりそうか。青い髪の子供たちは優秀な魔法使いとして育つ。だが、例外なく短命だ。ほら、やっぱり短命とか。へぇ、体内のローレンズが魔力の暴走を引き起こし、大人になる前にみんな死んでしまうのだ。そんな、摘出しようじゃ、それ。なんで医者だけなんだ？この町には他にも人が住んでるじゃないか。おそらく、類まれな魔道の才能のせいだろ。持って生まれたものだ、どうにもならん。くそー、摘出手術はできないの？町の者はこの不思議な現象を昔から遺跡の祝福と呼んで恐れてきた。このことを知っておるのは今では町長の弱者を除けばわしのような一部の年寄りだけだがな。ふざけんな、そんなの祝福じゃなくて呪いじゃないか。自分だけ周りと違う理由を尋ねる子供たちに、お前は呪われてると無慈悲に告げろというのか。それは先祖たちにはできなかった。わしも弱者もだ。だから祝福方法はねえのか。そんなクソたれた祝福を解く方法だ。そんな方法分かっておれば、弱者が密約を結んでまで帝国の力を借りようなどするものか。そうか、だから父様は芝の反対を押し切って遺跡に出向いたんだな。そしてあなたは私を遺跡から遠ざけようとした。私の命があとわずかだと知っていたから。なるほどね。せめて残りの人生を穏やかに過ごさせてやりたかった。許せ、いいじゃん。おい、いいじゃん、俺を見ろ。ジジイのヨタ話なんか信じるんじゃねえ。ヨタ話。ありがとう、シバ。私はあなたを誤解していた。俺を見ろ。お前に生きる権利がある。持って生まれたどうにもならねえもんなんてねえ。人の命はそんなわけのわからねえもんに決められちゃなんねえんだ。まあ、どうしも魔法もクソくらいだ。俺がみんなぶった切ってやる。何？まあ、どうし、そう、魔法か。
魔法人だ。え、見ろ、この手帳の絵に描かれた魔法人、遺跡にあった研究室で見た魔法人と同じだ。幻で見た魔物もこの魔法人を使った魔法で体の内にローレンズを連接されていた。今更それが何だってんだ。おかしいと思わないか。魔道士が封印されたのは何百年も前だ。なのにこの町ではずっと何十年間に一人祝福された子供が生まれてる。魔道士はとっくの昔に封印されていたにもかかわらず。そうか、何？そういえば昔ダクシャも似たようなこと言っておったの。計算が合わんのではないかと。操作いいしゃ、シバ。魔道士なんか嫌しないのに祝福の魔法だけずっと発動し続けてるんだ。へえ。幻の中で魔道士に戦い挑んだオールドネバーの人たちは一人じゃなかった。あら魔道士はオールドネバーの人たちの体内にローレンズを連生する魔法をかけたんだ。あいつ言ってたろ。連生されるレンズのグレードは魔物が宿す魔力の量に比例する。そう、魔力の強い魔物で連生に時間をかければよりグレードの高いレンズを連生できる。でもそんな魔物は強力だし、そこらにゴロゴロいるもんじゃない。だから数で補おうとしたってのか。そう、きっとそうに違いない。あいつはオールドネバーの人たちを生贄にしてローレンズを量産しようとしてたんだ。なんと恐ろしいことを。多分オールドネバーの人たちは今の町の人たちより魔法の才能に恵まれていたんだ。だから一度に何人もの体内でレンズを量産できた。そしてその中から魔道士の目論みに気づき復讐をしようとする者たちが現れた。てめえで生み出した天然の魔法使いたちにしっぺ返しを食らったのか。だけどそのクソタレな魔法は魔道士本人がいなくても常に発動するように自動化されていた。この絵と同じ魔法陣とあのどでかい魔導レンズ。だから私はこの世に生まれついた。あ、そう考えれば全て辻褄が合う。医者のうちにあるローレンズもきっとこの町の地下にある魔法陣が原因だ。だから広場の地下の遺跡へ行ってその魔法陣を壊せば医者の祝福も消えるかもしれない。マジで助けれるってことを。もうこっちゃいらっしゃい。今帰ってお帰り。いや、きっと消える。消してみせる。医者何が、私が見つけた友達、いや宝だ。何があっても手放すもんか。 CJ 仲良くなったね。よし決まりだ。遺跡のど真ん中に乗り込んで何もかもぶち壊す。ガルー兄さん、この時計塔は昔オールドネバーにあったメンヒルを作り変えたもんだな。何、そうなのか。いや待て、確かに子供の頃、何これ、ヒージーさんから聞いたことがある。時計塔が広場に倒れていた大きな石を柱に利用したとか。やっぱりだ。こんな魔導レンズがはまりそうなくぼみなかった？これがメンヒルを起動する鍵なんだ。ほ、確かにそんな丸いものがはまりそうなくぼみが中の石の柱にあったのを若い頃に見たぞ。どこ、どこらへん？見えないよ。鐘を鳴らすための、鐘が上下する空洞の底だ。だがあそこへは今行けんぞ。なんで？お、文字盤に、打掌用、何これ、打掌用はかりと、時計の針を動かすためのはかりをつなぐ歯車が壊れておってな。巻き上げ機を回しても動力が文字盤とはかりに伝わらん。はかりが動くようにしてくれって乗っていかんと、空洞の底にはいけんのだ。あかんねえ。歯車を作り直して時計台が機能するようにしないと魔導レンズをはめるくぼみまでいけないということか。そういうことだ。簡単じゃねえか。じゃあ歯車を作り直そう。ぐるぐるぐる、そうしてんのやまやまだからな。かなりの大きさだし、他の歯車と噛み合うように元の歯車と寸分たがわぬ精巧な作り直しが必要だ。そんな機械職人この町にはおらん。どこならいる？都にはおるだろ。遠いな。あるいはガルディア帝国か。帝国？ガルディア帝国は機械工業が盛んだし、歯車が作れそうな職人もいるんじゃないか。ダメだ、帝国はもっと遠い。都に行くしかねえか。鍛冶屋じゃダメかな。タータラは腕がいい。どこ、どうにく、どう、ん、どうかの。わしには何とも言えん。当たって砕けろ。タータラを呼んで来よう。鍛冶職人にやらせる。いいぞ。マックの照り焼きチキンを食べながら見る。いいね。照り焼きマック。いいな。いいもん食べてんね。でも負けないもんね。豚キムチ負けないもんね。農場にめっちゃいる。広場にもいる。遺跡でハンマーを探す。町外れにもいる。一気にサブイベントがぐわっと解放された。10個ぐらい解放されたぞ、サブイベが。まあとりあえずサブイベはできるように全部やっちゃいましょう。ジャッキーがいる。ストーリークリアしたら寂しいから。もうそこら娘、私はジャッキーと申す者、見たところ冒険者のようだが、
遺跡のどっかに珍しいハンマーがあるらしいのだが知らぬか。知らないな。探してくる。マック食べたい。コクうま最高。コクうま、コクうま。ディノン。おい、CJ、僕は暇なんだ。遊び相手になれ。あ、私は冒険に忙しい。その感じは誰も遊んでくれないか。いいよ、私が話してやる。ちょっと待ってな。優しいな、おい。ユーゴ。CJ、ちょっといいかな。なんだ、ユーゴ。お前さん、熱心にスタンプを集めてるようだが、一つ頼まれてくれんか。いいけど、ここのところ、私の出番もとんと途絶えてな。腕がなまってしょうがない。硬いと評判の巨大な氷塊でも切ってみたいんだが、手に入らんかな。雪山の頂上の魔物から取れるやつだね。いいよ、ちょっと待ってて。巨大な氷塊、くそ。あ、巨大な氷塊ってあれから取れるのか。じゃああれだ、武器の強化もできるな。どこだっけ、よそ者横丁とかにいたっけ。俺は黒馬信者だ。黒馬は俺のもんだ。スターリングは誠意を見せねえと。スターリングの位置、あれってなんだっけ。遺跡のどっかにあるはず。窓ガニもあったっけ。この前買った黒馬キムチ食べ終わってしまった。どうだった、うまかった。食べ終わったらもう一回買うのだ。そして、あ、珍しく大人しないメロール。お姉ちゃん、この前のことで、ちょっとね、やらかしちゃったね。私の評判って今どんな感じかな。なんだお前らしくもね。待ってな、メロール。評判を聞いてきてあげるよ、あんたの。私の評判どうですか？エルウェル。ちょっといい？またすごい美人。なんだい？この辺りで私に似た感じの娘いなかったかい？私の妹でラルウェルというんだが、大食いの妹、大食いのあれだ、これ。最近見ないな。やはり森でエルフを見かけたという噂を確かめるか。おお、待って。カバン。資源カバンはあれか。2000ばっかで、やるか。魔導力カバン作っといてあげるか。魔導カバンが2列になったぞ。やったね。うまうまだった。やっぱ黒馬キムチなんだよな。あ、ミケーレ。あなたは CJ 様ですね。私はエント様の使用人でミケーレと申します。さようでございます。旦那様からあなたを信用のおける人物と聞きました。旦那様の目的は鉱山の調査でしてな。上質の鉄鉱石が出るようならこの町に投資をしたいと言っているのです。ぜひお願いしたい。いいじゃん。出ましたよ。はい、持ってきたよ。これは素晴らしい。スタンプ。OK。アンチャテッドもあのインディンジョーズみたいなやつです。アンチャテッドはね、昔YouTube で放送したやつみたいな感じ。まあ、インディンジョーズっぽいよ。うん。ナショナルトレジャーとかね。アンチャテッド1、2、3、4、4の外伝を YouTube で生放送したので。あんな感じ。ちょっと何？私はターラって言うんだけど、あなたユーゴ様とよく話してるわね。ユーゴ様？何もないって？おい、こいつにそんな話しても通じるわけないだろ。まあいいよ、私はユーゴ様のことを調べたの。そして梅干しという食べ物が好きだって分かったの。はあ。ユーゴ様にプレゼントしたいんだけど、見つけてきてくれないかしら。梅干しを。あるのかい？公開の方眼がたまに仕入れるって言ってたわ。見かけたら言っとくよ。ほーん。ウーバーいらっしゃい、こんばんは。おにぎり丸いらっしゃい、こんばんは。仕事終わった、お疲れ。8時からは、おもりの続き、10時からは、リンタンロードショーだ。やったぜー、楽しみだぜータータラどうしようかな。タータラもやる？待って、サリタに。チョコケーキちょうだい。よし。チョコケーキもろた。まあ、いっか。これはやっとくか。タータラ。楽しみだ。タータラ頼みがあるんだ。どうした、ケースを変えて。また武器が折れたか。どうしても作ってほしいもんがあるんだ。見てもらったがえ、広場の時計塔に来てくんねえが。なんだかわからんが、お前たちの頼みじゃ断れんわい。後から行くから先に戻っといて待っていてくれ。ありがとう、タータラ。タラタラすんじゃねえぞ、タータラ。タータラすんじゃねえぞ、タータラ。タータラタータラしてっと許さねえぞ、タータラ。広場に。タータラタータラしてたら許さねえからな。あ、メロールって魔法少女。あの子はちょっと危なっかしいな。魔法を暴発させる魔導士なんて一緒に冒険できないよね。ロザリー。メロールね、男は若い子なら受けがいいんでしょうけど、私はやっぱり魔導士には経験豊富なスキルを求めるわね。経験が少ない、旗色が悪いな。死因のアーカイブ追ってて、生配信久しぶりになっちゃいました。
いいよ、全然。ありがとうな、アーカイブを見てくれて。センキュー。あ、パラ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 。勝手に。あ、タラタラ歩いてきやがって。タラタラ、タラ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 。歩いてきやがって、おい。走れ、走れ。千葉のじいさんまで、ガン組揃えて一体何の騒ぎだ？見せたいものは時計塔の中だ。ついてこい。いいから働け。死因の続編、死神死人紛れは、12月1日発売予定。楽しみだぜ。落ちんように足元に気をつけろよ。へえ、なんかこうなってたのか。おい、早く行け。後が疲れてんだぞ。あと11月17日にあれが出るんだよな。なんだっけ、フルボイス版が。白長須島のフルボイス版が。やるぞ。ここが時計塔の命機械室だ。歯車をはめる時計機械はそこにある。ただ作ってほしいのは、この機械にはめる歯車なんだ。何、鍛冶屋の俺に歯車を作れというのか。お願いだ、ただ頼むよ。しかし、鍛冶とこうした機械部品を作る技術は根本的に違うもんだぞ。え、武器や鎧の鍛冶は、鍛造といって金属をハンマーで叩いて鍛える仕業だ。だが、こうした複雑な形の金属加工は、遺像といって、型に溶かした金属を流し込んで作るんだ。遺像などやったことないわい。そんな、同じ金属だろ、気合で何とかしろよ、おい。むちゃくちゃ言いよるな。ロモ道具も違うというのに。どれ、見るだけ見てみるか。もう、やれよ。ヤクザのアーカイブやっと追いつきました。ありがとう。ほう、こうなっとるのか。なんちゅうめんどくさい機械だ。さっぱり仕組みがわからん。壊れた車は残ってるのか。そこにあるぞ。これを直せんのか。お、ちょっとかけとるが、かけとるが、形はこれで取れるか。こいつを溶かせる、溶かせるでかい壺、るつぼがいるな。ん？ん？なんだ？なんだ？鋳造か、あれ。やはりそうか。なんちゅうもんを。なんだ、そうしたったら、あの荒れた歯車から型を取った後にそいつを溶かして型に逃し込めば多分できんことはないだろう。おお、だがとんでもないものが必要だ。なんだとんでもないものなんて。星の涙だ。なんだ、星の涙生類鋼か。厄介だな。なんなんだそりゃ。地に落ちた流れ星からしか取れない鋼だ。この地方では流れ星のことを星の涙と呼んでいる。とんでもなく希少なものだ。スタンプ変更面白い？そこに割れたもんがあるだろ？それ使えばいいじゃねえか。そういうの、そのつもりだが少しかけとるんだ。割れたところに、あげれた時にどっか行っちまったんだろうな。歯車を鉄で作るんじゃダメなのか？その、あまり時間をかけたくないんだ。そうしたいのは山々だが、あの機械の歯車は全部星、生類鋼でできとる。他の材料で作った歯車を噛み合わせてもすぐに壊れちまうだろう。会話聞かねえか。おい、全員で歯車のかけらを探そうぜ。もう散々探した。おそらく誰かが持って行ってしまったんだろう。マジかよ、七面倒くせえ。歯車なんて作りやがって。勢力は粘りがある強い武器や鎧、機械部品に作るには最高の鋼だ。でも地震でここから落ちて割れたんだろう。鋳造の時にうちで気泡でもできてそこだけ脆かったんだろう。確かに他の部品は下で見つけた時も今のままだったぞ。これだけ脆かったんだ。あ、視聴者にフォローするように伝えましょう。次の配信を見逃さないように視聴者にあなたのフォローするようにお願いするには今が絶好のタイミングです。よろしくお願いします。フォローお願いします。なるほど、頑丈さを折り紙付きか。分かった。ただ必要なものなんとかする。店で待っててくれ。うむ、割れた歯車はせがれと暇を持て余してる甲府たちに店に運ばせておこう。気をつけろ。また絶好のタイミング来た。出たー。あ、貴様何者だ。こんにちは。広間の時計塔のあたりで何か拾った人知らない？おお、時計塔の歯車のかけらを誰かが持ってったみたいで困ってるんだ。さあな、泡無理なら何かしてるんじゃないか。泡無理？誰？酒場ができてからいつも広場で酔いつぶれてたやつだ。いた、あの人か。あいつらなんか見てるかもしれない。いつも言ってたから夢しか見てないかもしれんがね。酔っ払いが。夢見がちな酔っ払いが。プリア。いやよ、あの子やむやむ追いかけてたもん。あちゃー、そいつはよくないね。メロールちゃん、うん、私好きだよ。ほんと？
だってあんな可愛くて強いんでしょ、壁でも何でも壊しちゃうって、私憧れちゃう。農場農場農場、全部農場だ、農場だ、あとは農場だ、すべて。やばい、8時になる。ノース、お姉ちゃんお姉ちゃん、どうかしたんだい。僕はノース、お父さんとはぐれてしまったんだ、探してくれないかな。君のお父さんどんな感じ、知らないの。私のお父さんは大陸一の漁師なんだ。漁師、チャーリーがいる。みんなガキばっかりだ。どうしたの、機嫌悪いけど。僕チャーリー、友達探してるんだけど、この町の子はみんな子供っぽくてさ、おっちゃんおばちゃんより嫌だけど、僕より少し大きな友達探してるんだ。そんな子いたかな。いや一人いた。でもあの子はちょっと案外いけるんじゃないか。いるなら教えて。よし、いちごゲット。なんかいる、ジル。あんたかい、伝説のサーモンを釣り上げた CJ って子は。私は特大サーモンを釣り上げ売り出し中の釣り師ジル。私の挑戦受けるかい。特大サーモン、伝説とどっちが上なの。特大に決まってるだろう。じゃあ挑戦するよ。伝説よりも特大が上。あ、この線の釣り場を荒らしてる CJ ってのあんたかい。俺はミンミン、さすがあんたでもオーラマズは釣れないだろうね。何それ、釣ってみたい。吠え面かくはめになる。なんだこいつらは。もう少し大きな友達を探す。よそ者魔道チャーリー、よそ者魔道街にいたっけ。もういろいろありすぎてもうわからんこれ。裾の、袖行き、いらっしゃい。袖の裾のどっちだっけ、裾の袖行きって言われたっけ。いらっしゃい、ねメロール。何、チャーリーって子がさ、年上の友達探してるんだけど、あんな小さい子は無理だよね。チャーリーってあのモフモフの、全然 OK、 むしろ大歓迎よ。いいの、小さい子に人気あるかも。女の子ね。そうよね、私は女の子の憧れでなくちゃ。大暴れしないとね。それはちょっと。よし。お、ラピスラズリくれた。いいんすか、ラピスのラズリを。ラピスラズリがあれば、あれが作れるぞ、レベル3が。どこに行けて。クエストがいっぱいありすぎるぜ。よそ者横丁の漁師、獣人の漁師を探す。スタンプかわいいでしょう。黒崎周囲でしたい。スタンプ新しいのを作っていただきました。マギョーさんでした。こんばんは。帰宅したらまたお邪魔します。お疲れ様です。気をつけて帰ってね、みんな。今日も一日お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。お疲れちゃんです。ゴクト獣人の迷子のお父さんな、このよそ者横丁の中にいるんじゃないか。やっぱりそうなるよね。本当にサリタ、サリタ何これ。しないくていい、オッケー。いつも広場で酔いつぶれてた泡盛って人見てない。泡盛の家に行ってみな。奥さんのプレータなら知ってるんじゃない。まだプレータに殺されてなきゃだけど。泡盛の家はどこ。居住区の奥だよ。あかった、ありがとう。転々とさせられるな、おい。この居住区内にいるんでしょう、獣人のお父さんが。疲れた。疲れた。お、ターラはもうやったか。いろんなやつを掛け持ち、オリビエ。漁師だって、そういえば森に漁に行くやつがいたな。なるほど、森の方か。もう。町外れ。いろんなとこに散らばりやがって。シャオティエン、お前か。ノースだって、そいつは俺の息子だ。早く会いに行ってあげて。もう、農場だっけ、それは。ふう、どんどん。あ、オッケー。ノース、お父さんすぐに来るってさ。ありがとう、姉ちゃん。ポン。よし。トゥルーン。経験値をプラス作る。お、チャーリー年上のメロールって子が友達になるってさ。それで会ってみるよ。ありがとう、おばちゃん。おばちゃん。おばちゃん、今日の人体労働所楽しみですね。楽しみだね。アンチャーテッド面白いぞ。8時から、大盛りやります。大盛りを10時までやって、10時から労働所だ。労働所の時間でーす。遺跡で宝箱を回収、巨大な氷塊、梅干し3個、大森林で梅干しを探す。大森林行くか。
間違えた間違えた、レジンリン、おばちゃんは禁句だぞ、15歳だしな、おばちゃんという年でもない。森の洞窟、おばちゃんって言ったら許さないぞ。ほら、いた。おい。オッケー、達成可能な目標があります。もう森で何かすることないか、大森林でエルフを探す、大森林でエルフを探す。エルフはそっちにいたいみたいだな。お姉様とかでどうぞよろしくお願いします。大森林のエルフもついでに探してやろうじゃねえか。こっちかそれとも下か。おい、おい、こっちじゃなく下っぽいな、斬新になる。下っぽいな、やはりそんな気はしていたぜ。もう武器と防具をクリア前まで上げれる上限まで上げれます。なるほど。うい、終わっちゃうのは寂しいですが、これが終わったらどうしようかな。これが終わったらあれをやろうかな、大逆転裁判をやろうかなと思う。あー、いる。あんたひょっとして、私はラウエル様の使いできましたラクルノールと言います。早く行ってあげて。水晶、ドン、ドン、ドン、皆殺しの刑。よし、こっちな、こっちないじゃん。こっちワープなかったけど、まあ久々に来たんで。ドン、オレー、敵に敵をぶつけるという荒技も。ああ、敵いんのか。2000ばっか入手。この奥に2000ばっかあるのか。いやでも3000ばっかある場所俺は知ってっからな。とりあえずワープで帰りたいですね。ここにワープあるじゃんね。あ、下行った方が早い。登るより下に行った方が早いかもしれない。入り口、よし、どこだっけ、忘れた。これで、よそ者、いや魔道街だな。魔道街と2番街が分かんないけど、あ、いた。よし、クルノール、あいつの使い起こすとは、あいつの代わりなどいくらでもいるわ、バカな。よし、あともうちょっとだ。あと6個でスタンプが、スタンピードが起こる、スタンピードが。ディノの遊び相手を広場で探す。
広場にいたか遊び相手。来月裁判みたいです。やるとしたら続きからですよね。アーカイブ見返した方が楽しめそうですね。ああそうか、あのシナリオ最初からやろうかな。俺ももうストーリー忘れたよ途中からだと。シナリオ最初からってできたっけ。やだ、あいつ生意気なんだもん。生意気だからダメなの。そこどこ、農場か。どうしような、お風呂行ってらっしゃい。シナリオ最初からできるんかな。最初からだったらあれだよね。イビ、俺は誰とでも仲良くなりて。本当かい。なんだ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 、村外れ。ディノ、同い年のブルーノって子があんたと遊んでもいいってさ。本当、よし。そう、麻生木が死んだことしか覚えてない。でやるとしたら、あの YouTube でやると思います。 YouTube で、 YouTube でも見たいよというお声をね、ありがたいことにいただきましたんで、 YouTube でもやっていこうかな。できそうなやつ、できそうなやつをちょこちょこやっていけたらなと思います。居住国プレイだ。これは本編だな。あんたがプレイだ。アームにはいる、いるわけないだろう。あの黒つぶし、働きもしないで毎日毎日酒が食らって家に帰ってきもしない。もう管理袋の脳が切れた。見つけたら生皮剥いで軒先に吊るしてやる。落ち着こうプレイだよ。それじゃ死んじゃうよ。よく結婚したな、おい。あんな飲んだくれ、死んだほうがマシだよ。それじゃ私ら困るんだ。アームに聞きたいことがあるんだけど、どこにいたか心当たりない？こっちが聞きたいよ。そこらで追い詰められてるか、酒場じゃないのかい。でもどっちもいないんだ。他に行きそうなところは？さて、酔いが覚めて金もないし、帰ってきたらどうなるか分かってるから隠れてるね。町から出ていく度胸なんかありゃしないから、町のどっかに隠れてるはずさ。あいつが隠れられそうな場所を探してごらんよ。雲をつかむような話だな。よかった。隠れられそうな場所を探してみるよ。見つけたら怒らないから帰ってこいって伝えておくれ。帰ってきたら川、生川吐いて軒先に吊るす。分かった。一応伝えておくよ。罠だ。怒らないから。怒らないから帰っておいては大体怒る。あれは魔道街だな。魔道街にいるな。やっぱり死ぬんだ。あのおっちゃん死ぬんだ。今から殺されるんだ。このパーシャルのが隠れてんのか、もしかして。いたー、そこかよ。あ、見つけた。あ、む、あ、無理だな。いえ、ごめんなさい、ごめんなさい。カカには言わないでくれ。プレイタに黙ってほしかったら質問に答えろ。はい。わかった。何でも喋るよ。喋らせてください。地震で時計とか壊れたとき、広場にこれくらいの大きさの金属、金物を見つけて持ってかなかった？いや、知らない。俺じゃない。じゃあ誰か拾ってくの見なかった？そういえば、前に、夜中広場で目が覚めたとき、ピカピカ光るものを拾っていく人影を見たけど、ピカピカ、ピカピカ光るもの、どんなやつだった？月は出てたが、寝ぼけてたし、暗くてはっきり見えなかったんだ。思い出してくれじゃないと、プレータに。スラッとした、あと頭に羽飾りみたいなものつけてた。羽飾り？帽子でもかぶってたのか、他には？帽子から確かに頭の形がなんか変だったな。首がないように見えた。スラッとしてるのに首がない、マフラーでも巻いてた。ああ、確かに首のあたりがこうモサモサしてたよ。それに口に何か加えてるみたいだった。パイプかハマキでも加えてたのか。いや、なんかもっと下に向かってとんがってたな。あのピカピカ光るものを拾った時、そいつの目のあたりもピカって光ったんだ。片方だけ。誰だか分かってきたぞ。ありがとう、アームリー。ここにいることかかわりだけ黙ってくれ。他にいるところがないんだな。な、まあ頼まれたもの伝言だけだし別にいいけど。他なんだって。怒らないから帰ってこいだって。帰ったら生川ハイデの軒先に吊るす。はあ、さようなら。絶対帰れないぞ。帰るもんか。言うんだ。帰ったら帰ったら生川ハイデの軒先に吊るす。俺絶対あれやろ。スラッシュ、なんだっけ、スカッシュ、スマッシュ、ストッシュ、スターリング、チョコケーキ、詫び的な。隠れた。死ぬのは嫌なんだやっぱり。やっぱり死ぬのは嫌なんだ。
カッシュだお前は。スカッシュ広場でピカピカするもの拾っていったろ。は、うん、よくご存知で。ほ、生類鋼でできた歯車の一部のようなものが落ちていたので私のコレクションに加えましたぞ。やっぱりそれがないとかけらなんだ。それがないと時計と直せなくて困ってるんだ。返してくれないか、この通り。うん、そうでしたか。わかりました。お返ししましょう。ありがとう、恩に切るよ。そうだろう、そうだろう。お前はどんだけ俺に恩があると思ってるんだ。ここでこねたら、今すぐ生顔吐いて、軒先に吊るすところだったぜ。ああ、泡盛と並べてな、一緒に。軒先に吊るすところだったぜ。命拾いしたな、スカッシュ。何、他ならぬ CJ 殿も頼みで、この私こそ申し訳ありませんでした。よかった、来れなくて。一人友人を失うところだったぜ。一人友人をこの世から消えてしまうところだったぜ。危ない、危ない。どこだ？あれ、どこだ？よそ者横丁なのか？ここの誰に、あ、泡盛か。タータラだ、タータラ。タータラに渡すんだ。タータラ、必要なもの持ってきた。ほれー、プレゼント。よく見つけたな。どれ、それじゃあ、鋳造に取り掛かるとするか。るつぼから作らんからいかんのでな。4から5の日後にまた来てくれ。わかった。4、5日お休みだぜ。その間何もせんの。その間、お使いさせてよ、お使い。なったら歯車できた？あ、初めてにしちゃ上出来だろ。助かったよ。感謝してもしきれない。無理言ってごめんよ。何やってみると、鋳造も奥が深くて面白い。お前さんたちのおかげで仕事の幅も広がりそうだ。他に作ってほしい、異物でいいんだっけ、これは。鋳型だったもんね。相談に乗るぞ。分かった、何かあったら相談するよ。フラグかな、これは何かの。オッケー。芝居に完了しとくか。まだサブイベ残ってっけど、まあ、今日で全部できねえだろうな、時間的に。おもりが待ってる、おもりが。おもりも進めないと、まだ怖い要素があんま出てないから。古代広告になっちゃう。芝、歯車できた。お、よした。これでニューネバーのシンボル、時計とも復活する。お前には随分と世話になった。これ、スタンプを受け取れ。はい。メンヒルもだ。これでようやく町の地下の遺跡に行ける。だいぶ時間食っちまった。さっさと行こうぜ。どうしたの、イーシャ。父様は私の命を助けるために、帝国貴族の話に乗り、町の人たちを遺跡の調査に巻き込んだ。私だけ皆にこんなに助けてもらって、町の者に申し訳が立たない。イーシャよ、何としても娘を生かしたかった、ダクシャの思いを汲んでやれ。それにダクシャが行方不明になってから、この町を守ってきたのはお前ではないか。お前が死んだら誰がこの町を守るというのだ。町のためにもさっさと呪われた祝福をもたらす魔法人とやらを壊してケレをつけてこい。そして一生働け、町のために。一生働け。芝、ありがとう。若い美空で働きなさい。よし。ん？なんだ？話す。この先へ進むと町へ戻れなくなります。道しるべもありません。いいえ。何？戻れなくなるんだって。なんだと？もうじゃあそうなの？そうなの？戻れなくなるんだって。嘘やん。クエストだ。遺跡で方眼行くか。じゃあ梅干しは誰に渡すんだっけ？磯物横丁。終わっちゃう。明日で最後だこれ。じゃあ奴隷みたい。奴隷契約。やりたいゲームはいっぱいあるぞ。ドゥフン。鼻かみたい。ふん。ターラ。タータラとかターラとか。なんかこれスパソな匂いね。理解に苦しむぜ。よく嗅げば香ばしい香りがゲホンゲホン。梅干しね。よし。ういー。クリアまで戻れないらしい。クエスト。あとはハンマー。特大のサーモン。遺跡でサーモン。釣り木やっとくかじゃあ。
ね、やばい、あと9分で始まる大盛りが。今晩ご飯食べましたが、今日は豚キムチを製造しました。ありがとうございます。豚キムチセットをいただいたので、それをねいただきましたよ。ういね、社畜を改め社畜、村畜、村畜。てん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 、ウェヘイ。これがどっちだ、特大のサーモンフィッシングマスター。へい、もかい、つい。大生ス、トン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 、あ、はい、トゥン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 、へい。一回ミスったが、大生ス。ふぅ、これで帰りますか。入り口、実績はどれぐらい解除した。実績は結構なってる。意外と町の功労者、町の英雄、マックス武器コレクター、金だね。最大強化いい車とか、まあいけるかも。コンプもいけるんじゃない。これサブイベ全部やってるしな、サブイベ全部やってるし、もういけるやろこれコンプも。横でいいのか。おう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 、並んでやがる。ちょっとや、オーラマス、ほんとだ、すげえ、ほんとだ、すげえ。ういドゥーン、あ、街が発展するぞ。特大サーモン釣ったの、もっと大きいの釣ってやる。ポーン、ベベーン。うい、街がさらに発展して人が増えに増えた。最初は2人ぐらいしかいなかったのにこの街。おい、街の功労者、リンクアタック回数5回、やったね。これで5連続コンボが決められる。で、クエスト、遺跡でハンマー、氷塊、遺跡で砲丸、遺跡だな。遺跡だ、遺跡だ。そっち？みんなナイス。今日会社で健康診断が終わったので、安心してお肉食べます。お菓子も食べます。やったね、食べ放題だ、今日から。そういうことではない、食べ放題だ、もう。おい、これで 両手にハンバーガーを持って交互に食べることも可能だぞ。右左右左、食べ放題だもん。なんだお前たちは。おら、おれい、お前ら、あーん、痛い。お前、遠くから遠くから投げてくるなんて、いい表だろうが。おい、痛い。なんかこいつら強い。痛い痛い、もう。あ、痛かった。お、砲丸のお宝、これか。このための特別な敵だったのか。ジャッキーは遺跡でハンマーを探すという。ハンマーはあそこか。オッケー。ちょっと大盛りのあれにかぶっちゃうけど、これだけちょっとやらしてください。サブクエだけ全部やって、で明日あれで行こう。一番奥か。大広間、ダメージが蓄積していく。一撃一撃がでかかった。人増えたな。遺跡の中にまで人増えんのか。街が復興していくと。遺跡の中でだべってんだけど、大丈夫かお前たち。急に魔物に襲われて、うひゃーなんてことになるんじゃないぞ。ここだ。痛い、6。6だったためし。おい、おい、あーん。あ、痛い。痛い。トゥン、トゥン、トゥン、うっとえい、ガード、おれい。いってー。ボコボコにされた、くれ。よし、大きなハンマーゲット。
入ります。すべての宝物を回収すると実績解除されます。宝箱1個開けてないのがなんかあれにあるんだよな。雪猫いらっしゃい。原神コラボカフェ行ってきて疲れたのでちょっと潜り、何頼んだの、何ゲットしたの。フータオのグッズありましたか。フータオのグッズは俺フータオ推しなんで、フータオ国勢推しなんで、いまだに毎回謎の 0.1 ずつ身長が前回より伸びて笑いました。身長伸びてる？でも伸びないよりね、いいのでは。おお、そのうち170センチいけるぞ。夢じゃないぞ、170センチも。夢の。メイウェイは前のコラボの時言ったよ。忘れちゃった。今回稲妻なんだ、今回。ライデン将軍？稲妻だとライデン将軍と八重美子推しだよ。広場。1回目のコラボか、フータオ。なし。160にあるからもういいかな。170目指そうて。目指そうて、頂点を目指そうて。オッケー、ハンマー。ベルトラン？よし。パヒーン、パヒーン。違う。教授。頂点を目指そうぜ。身長高いと、背の高いところのもの取れるし。高いところのもの取れるし。いいぞ。利点があんまなし。服とかの種類がちょっとなくなっちゃうかもしれない。でも高いところのもの取れるし。砲丸。砲丸のやつもやったな。砲丸は、2番街。寝る前にプロテインとかいいです。伸ばす気満々。伸ばす気満々の構え。確実に伸ばそうとしている。コンプリートアクスター、買ったから妹と開けたら、ヤミコ将軍シーター欲しかった。いいな。宝箱。スタンプ押すよ。えい、ドゥビーン。ドゥビーン、ドゥルドゥルドゥルディディディ。よし。成長のペンダント5。レベルアップか。ああ、レベルマックスとかもいんのか、もしかして。レベル上げとか、しんどそうだな。レベル上げはしないかも。待って、巨大な氷塊。これだけちょっとやって終わろう。セノビック。セノビックな、セノビックって背伸びるのそれ。ガチ、コースターでライデン将軍出た。ライデン将軍いいなー。ああ、間違えた。間違えた。一回セーブしとこう、ちょっと。まあ、オートセーブあるからいいんですけどね。お、なんだ。ああ、びっくりした。びっくりした、今。自分の目の前は、白いふわふわしたものが飛んでき、飛んでいたから何かと思ったら、何かと思ったら、なんかの綿だった。びっくりした、今。白い謎の生物が、俺の目の前を飛んでいるかと思ったら、綿だった、今。なんだ、と思った。白いふわふわの綿が、布団からかな、わかんないけど、なんか出てきた。びっくりした。目の前をふわふわと自由には、すごい、なんか一生持ったかのようにふわふわしてたから何かと思った。綿だった。ムカデが通ったかと思った。もうなんか虫かと思った、虫。新手の虫かと思ったら綿だった、今。びっくりした。おい。おい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 。うん。おい、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 こいつ相変わらず何もしてこんとこい。おい、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 こいつ何なんこいつ。こいつら何もしてこないからかわいそうなんですけど。何もしてこないやつをただ殺すという。何？殺戮なの？殺戮でした、ただの一方的な。ほう、超音波で飛んだ。びっくりした、マジで。何かと思ったもんね。よし、フルボッコ。
ちょっと8時ちょっと行っちゃいましたが、これだけ渡して今日はおしまいな。かたじけない、また頼むぞ。あでも残り30個だって。スタンプ、スタンピード、スタンピードもう残り30個だ。寂しいねこれ。これでもうクリア前、クリア後に27個もサブイベあるんだ思ったらそういうこと。27個もあんの、クリア後にスタンプ。明日じゃ終わらんな、明後日ぐらいかな。明後日ぐらいで俺は満足するかも、己の満足までいけるかもしれません。とりあえず満足するまでやって、また別のゲームに行こうと思う。スパンが早いが、スパンを早めていかないと、あと死ぬまでに何個ゲームをクリアできるだろうか。クリアした数じゃないですけど、いろんなゲームに触れたいよね。積みゲーもいっぱいあるし。あ、またセーブセーブ。よしよし。うい。2個セーブしておく。よし、お疲れ様でーす。オッケー、じゃあちょっとお手洗い行って、タグ変えて、タイトル変えて、おもりを夜10時まで、人探労働省までやりますんで、おもりもよかったら見に来てください。人探労働省まで仮眠するもよし、次役を見てくれるもよし。ではでは一回お疲れ様です。ありがとうございました。Thank you.